出身のアメリカ合衆国のバスケットボール選手。NBA で11シーズンプレーした。身長201センチメートル、体重111キログラム。ポジションはフォワード。父親のウォルター・ザービアックも、レアル・マドリード・バロンセストでプレーしたバスケットボール選手だった。ウォーリー・ザービアックは、父のウォルターが、スペインで、 プロバスケットボール選手として活躍していた関係で、マドリードで生まれ、ニューヨーク州ロングアイランドで育った。マイアミ大学卒業後、1999年の NBA ドラフトで、ミネソタティン・バーウルブズに全体の6位指名を受け NBA 入りを果たした。ルーキーながら出場した73試合中53試合で、先発出場。1試合平均11.6得点。 FG 成功率51.1%を記録し、オールルーキー 1ST チームに選出された。その後5シーズンハムルブズでプレーするが、チームメイトのケビン・ガーネットと練習中に殴り合いを起こしたり、一人でボールを独占する傾向があると批判を受けたが、高確率で決めるミドルシュートとガッツ溢れるプレーで、チームの中核として活躍した。また、2000年には、 オールスタールーキーゲームで MVP を受賞し、2002年には NBA オールスターゲームにも出場している。05から06シーズン中、再建の始まったウルブズは高額契約のザービアックをボストンセルティックスに放出。セルティックスでは数字を落としたものの、看板プレイヤー、ポール・ピアースのバックアップとしてプレイ。しかし、移籍後は、怪我に苦しむ状態が続いた。 2007年6月28日、2007年の NBA ドラフト当日のトレードにより、レイ・アレンダとの交換でデロンテウエストと共に、シアトルスーパーソニックスへ移籍し、さらに2008年2月のトレード期限ギリギリに、クリーブランドキャバリアーズへと移籍した。2009年、ニューヨークニックスのロースター入りを目指したが3度目の、左膝の手術を行ったザアービアックは、引退を表明した。 白人の彼はさほど運動走力が高いわけではないが、セットシュートの上手さではリーグトップクラスの実力を誇る。スモールフォワードとシューティングガードの両ポジションでプレイでき、非常に高確率でシュートを決める。アウトサイドシュートを中心としながら、キャリア通算で5割近い FG 成功率と4割を超える3ポイントシュートはかなりの高水準と言える。また、フリースローでは、 毎年ランキング上位に食い込む。2005から06シーズンには平均20.1得点とスコアラーとしての片鱗を見せたが移籍後は出場時間を大幅に減らしスタッツ全般に低下が見られている。ありがとうございます。